はい、こんにちは。今ね、4時24分ですね。で、今度は、ドミネーターですね。450L の6セル仕様です。まあ、この前もね、先週かな、飛ばしたやつなんですけど、またちょっと風が今出始めています。ですので、今はカメラは向き大丈夫か。ちょっとねカメラの向きがねいまいち定まらないんで、でもあの700はいい感じに、撮れてました。飛行機の方も確か、いい感じに撮れてたんで多分、大丈夫かな。はい、電池残量 92% ですね。さてと何を練習しようか。こっちはもう太陽で、まあ、眩しいんで、横向いてするんですけど、あの向こうの人は向こう向いて歩いてるのかな、こっち向いて歩いてるのかな、多分向こう向いて歩いてってるのかな。ちょっと分かりづらいな。向こうか。何練習しようかな。背面はね、これ怖いんですよね。まだ回転ね、下げてないんで怖いんですよね。生地が。生地ですな。はい、今、誰も、仲間いません。で、今、背中から風が来てます。分回るかな。結構ね700ならねどっしりしてるんでいいんだけど、やっぱ450だと3メーター以上の風が吹くとねやっぱちょっと影響するんですよね。完全な停止とか。じゃああれしよっかな。フリップ、まあできるだけ定点フリップでできるように。最近ちょっとねこの手だと前に飛んでってしまうんで。おお、ぶん回る。これちょっとやっぱ回しすぎよね。こういう風にね、ちょっと向こうの、まあ、上昇もさせてしまうんで、本当ならね、上昇させないフリップが理想なんですけど、この、回転数がちょっと怖いな。ちょっと変えましょう。これ、モーターカット入れてたっけ？モーターカット、モータースロットルカット、使ってないね、やっぱし、オンにしてスイッチ、SD スイッチで設定の、オフオンオンでやります。でこれでスイッチを入れると、スロットルを上げてもモーターが、回りません。でこの状態で、スロットルカーブ。スロットルカーブ、ノーマルじゃなくてアイドラップ3。すごいな。ちょっと待てよ。アイドラップ2。2も回ってんな。3がちょっと異常に上がってますね。センターでね、90プラス、プラス90。なので、これだと本当分回りすぎるんで、これ、回転をね、75ぐらいにしようか。そうすると、ノーマルで、スロットルだろ。ノーマルでゼロなんだ、これ。
ゼロでこれか。じゃあ75、75でも回りすぎじゃねえかな。ね、アイドラップ1でプラス45だから、このぐらい、45まで下げるか。50、45の V の字ですね。多分 100% いらないと思うんだけどな。この、カーブはあんまししないタイプなんだけど、とにかくね、分回りすぎなんで、ちょっと、背面のフリップの練習ではちょっと回りすぎかな。じゃあちょっとモーターカット解除、はい、回してみます、誰もいないね、はい、はい、ノーマルですね。これで、センターでゼロですね。まあ、この回転数だと背面はちょっと怖いです。逆に今度低すぎて、はい、アイドラップ、これが 45% ですね。 45%、あんまり変わんないような気もするけど、まあ半分ぐらい落ちたかな。はいはい、定点は難しいな、この手。機体が軽いのか、上がってしまうね。それともこれあれかな、センターでゼロピッチになってないのかな。うん、なんかそんな感じがするな。ゼロピッチにしてるはずなんだけど、まあ回転数はね、多分このぐらいで十分ですね。100も100っていうか、最初90だったんで半分減らしてるんですけど、だから電池の減りも早いかな。上がった。45でも十分だな、これ。はい、一応タイマーがね鳴ったんで、ノーマルにすると相当下がるな。ノーマルちょっとこれ上げた方がいい感じだな、もうちょっと。はい、ですね、ノーマルのスロットルが低すぎる感じがしますんで、今ゼロなんでね、ちょっと上げましょう。1,2,3 ぐらい、15プラス15ですね。はい、こちらも1,2,3、はい、下げの、はい、1,2,3、はい、下げの下げ下げの、1,2,3、あ、間違った、下げの1,2,3、下げの、あ、上げたな、ん、いいんか、1,2,3、あ、いいんか、全体的に、3回上げで、15プラスかな、1回が5だから15上げ、全体的に15上げで、多分電池残量どのくらいかな、30%ないだろうな、20、
20近辺じゃないかな今。一応ちょっと、モーターカット解除のちょっとホバリングしてみましょう。はい、回転はやっぱしピッチが足りないんで、あんまし変わらんの。今センターなんですけど、センターで普通に浮いてるな。普通ならスロットル上げてるから、これノーマルだもんね、ノーマルスロットル上げてるから、普通なら回転が上がってないといけないんだけど、もう一回1,2,3、それともバッテリーが少なくなったかな。はい、1,2,3と、はい、1,2,3、ちょっといびつなカーブになってんだ。1,2,3、スロットルよね、これピッチカーブじゃないもんな。ちょっとこの辺の、11ポイント目ちゃうな、12ポイント目か、13か。これはちょっと上がりすぎな感じだもんね。ホバリングだからね。次の15ポイント目、もうちょっと下げよう。なだらかな感じで。はい、これでいいかな。ちょっとホバリングの回転が低いよね。あんまし変わらない。あ、上がったよ。急に上がったんだ今センター、スティック的にはセンターなんだけど、回転数的には若干いい感じの上がり方ですね。はい、いい感じっちゃいい感じだな。ピッチカーブどうなってんだ。ああ、ピッチカーブこれだからか。ホバリングがちょっと上下するんで、センター寄りの、分をちょっとなだらかに、ワンポイントアップと下の分を上げます。で、上の分もちょっと上がり、急に上がってるんで、ワンポイントずつ、下げましょう。下げて、はい、下げて、これでどうだ。はい、オーバーリング。まあいいかな。ちょっと電池の方がね気になるんで、ちょっと折れします。多分もう電池 10% 切ってると思うんで、ホールド、多分ねもう 10% 切ってると思うんで、ちょっとねこれ以上飛ばすと電池がやばいんで、とりあえずバッテリー抜きます。電源切ります。で、よしよしよ、ちょっと残量、残量確認した。10%切ってんじゃないかな今の。はい、チェック。10%切ってないですけど 15% ですね。まあ、まし、使いすぎになります。はい、はい、とりあえず、ホバリング再調整で、まあ、アイドアップもね、90% あったものを、下げました。さっきの調整の分が映ってるかな。はい、スロットルホールド、ですね、今、ピッチカーブこれですね、ノーマルがこんな感じになりました。で、アイドルアップはピッチカーブはまあ、まっすぐなんですけどね。で、スロットルカーブ、これがノーマルのスロットルカーブになります。でね、
最初これがスロットルカーブが、まあ、センターだったんですよね。それを上げました。でこれはアイドラップさんですね。これもね90だったのを今45まで下げました。まあ、半分下げた感じかな。これでも結構分回ってるからね、今まで、相当回ってます。でまだアイドラップには触ってないんですけど、2がねもう80使ってるんで、まあ本当はこんなにもいらない感じですね。そうするとまあ飛行時間も多少なり、伸びると思うんで、アイドラップにも、下げとく。アイドラップ1何個だ ?45 ああ45か、80ね、45の80か、ちょっと差がすごいな。ほんじゃら、45だろう。60ぐらいするか。60、そして3が45と、ちょっと変な感じになるんですけどね。本当はね、3は2よりも高くないとおかしいんですけど、とりあえずまったりと背面の練習するんで、まあ 3D、激しい 3D をしないんでね、下がりますけど、45な、まあ、いいか。いいですね。はい、これでちょっと様子見します。はい、以上になります。